皆様こんにちは、マオです。本日はセブンズグッドさんで購入したものたちをご紹介していきます。セブンズグッドさんのご利用は今回で3回目になるんですけど、主にオタ活用品を購入してちらっとだけコスメも購入してたりしていたんですけど、今回はコスメメインで購入してみました。なんならコスメしか買ってないんですけど、届いたものを並べていこうかな。はこんな感じで11点ほどご紹介していきます。見た目が可愛くない？超可愛くてびっくりしてる。左から順番に開封していこうかな。この時点で可愛いってなった。じゃん。え、待って、可愛すぎ。これ自体がもうハイライトみたいだ。ハイライトボールってやつですね。こんな感じで、え、待って、私が好きなタイプのラメだ。こんな風に可愛らしいピンクのパフの中にキラキラ輝くラメパウダーを含んでいるらしいです。なのでワンタッチでキラッとしてくれます。可愛い、めちゃくちゃ可愛い。使っちゃうんだけど、こうやってずっとめちゃ可愛くない？ピンク色大好きなので、これをコスメ収納の上に飾りたいですね。私としてはハイライト言ったら次で私的にチークなので、こちらのチークご紹介していきます。これね、全部で4色あって、私はちょっと4色あるんですけど、全部ねちょっとご紹介していけたらなと思います。めっちゃ可愛いんだけど、1番2番3番4番こんな感じで4色あります。開けるとこんな風になってました。最近流行りのキノコパフみたいな感じになってます。どうやって開ける？あ、待って、こうやって開けるんだ。私の爪だと開けづらいんだけど、めっちゃ可愛い。1番2番がブルベで、3、4はイエベにお似合いらしいです。キノコ型のパフでポンポンするだけで簡単に自分にぴったりの自然な血色感を作れるチークらしいです。ちょっと可愛すぎる。一旦ね、いろいろ見ていきたいんだけど、待って、2番も可愛い。3番4番になっています。え、待って、どの色も可愛いんだけど。3、4もめちゃ可愛いよ。くすみっぽいカラーになってます。これコーラル系、この辺はザ・バグみたいな感じのカラーになってます。あ、一回ポンだとつかないから、結構こう擦り合わせてやるといいかも。え、可愛い。しかもめちゃくちゃなんかすっごい濃く作ったわけじゃないから調整しやすい。多分キノコのパフに色がね含まれるから少しずつつくっていう感じになっています。待って、一番超可愛いんだけど。しかもさ、サイズ感も良くない？これ持ち運びに全然持っていける。一番がこんな感じ。あ、こうポフ風じゃなくてこうやって塗ると微妙に色違うの分かるかな。3番コーラル系のカラーなんですけど、私イエベ春に憧れてて、めちゃくちゃコーラルカラーの色味好きなんですよね。結構色の違いがはっきりと出てるんですけど、3番はこんな感じになってます。あ、ちなみにね、このパフは結構もちもちしてます。ホレンコスあたりが分かりやすいと思う。で、何回かこうくるくるってすると色がついてくるので、こう塗ると、あ、結構濃い。あ、でもやっぱりちょっとくすみ系だ。めっちゃ可愛い。こういうカラー好きなんだよね。ブルベイエベ関係なく使えそうな色味ですね。ちょっと私のこの色がね汚らしいんですけど、伝わるかな、この可愛さ。次が何にしよう。これいきますか。こちら、これはですね、アイシャドウになります。お色味がですね、1番と2番あります。で、これもねちょっと早速開封していきます。え、可愛すぎでしょ。開けるとこんな感じになってます。めちゃ可愛いですね。わかるかな、この感じ。1番も2番も可愛いけど、私はどちらかというと1番めちゃくちゃ使いそうですね。イエベの方は2番だと思います。とにかく色味が可愛い。この辺とかチークにもできると思う。ラメもね、やばい、私が好きなやつだ、変更ラメ。あ、可愛い。ピンクがメインになってる。私が使う分にはアイホール、ここで二重幅ここにして、これとこれを混ぜて涙袋にしたいな。
で、メッセリにこの辺入れてもいいと思う、これで、地雷線とかにしたりして、これとこの2色を混ぜて涙袋の影にしたいですね。で、ここ上まぶたにちょびーっとつけて、目頭の涙袋に使ってみたいな。で、ここチークとして使える。ここと一緒に混ぜてアイホールとか涙袋とかにやってもいいんじゃない。まあ後ほどね、これは私使おうと思います。2種類いきますね。これがマスカラらしいです。ちょっと開けてみます。あ、すごい、なんか、あ、え、待って、めちゃ伸びる。え、なんだこのマスカラ、すごい。私マスカラ自体は本当に使わなくて、なんならまつ薬だからさ、本当に使わないんですよ。 C って言うんであれば下まつげに使うぐらいで、ていうか最近は塗るのも面倒くさくて下まつげ描くぐらいなんで、下まつげに使って試してみたいな。この辺、待って、かわいい、切るとこんな感じ。あ、これはね、すごい使いやすそうですね。私下まつげてかマスカラ塗るの本当に下手っぴでさ、これをね、下まつげに使いたいと思います。気になってるであろうこちらいきますか。めちゃくちゃ可愛いよ。え、待って、可愛い、めちゃかわパケきた、やばい、テンション上がってる。こんな感じになってます。え、待って、このさ、ラベルも可愛いんだけど、このパフもふわふわで厚みも結構あります。じゃん、これやばい、わかる、一瞬でトーンアップするし、サラッサラになる、全然つけ心地が違う。なんだろう、多分肌なじみのいいカラーだから、白くなりすぎず、かといって黄色み増すこともなく、密着度高いです。しかも軽いつけ心地だから、フェイスパウダー苦手な方でも全然余裕でつけられそうです。しかもパッケージがとにかく可愛いから、お家で飾ってても申し分ない。可愛い、マジで可愛い。メリーゴーランドとかさ、そういうの好きだからいいね。フラワーノーズっぽいね、なんだか。あと最後こちら、これがですね、2023年保湿力ティッシュ売れ筋ランキング1位のティッシュになります。厚手タイプで潤いもあるし、しっとりしてるらしいですね。これね、ティッシュ、ほら、お顔拭く時に使うティッシュ、私今セリアの使ってるんですけど、そういう時にも使えるかなと思って、ファンデーションつけた後のちょっとした押さえつけに使ったりしたいなということで買ったんですけど、良さそうですね。待って、本当にしっとりしてるんだけど、厚みもあるよ。結構使うのもったいないぐらいにはめっちゃしっとりしてます。楽しみです。これもこんな感じで、掛け替えで購入したコスメたちをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。私としてはとてもとても満足でございます。めちゃくちゃ可愛いし、今後使うのが楽しみですね。素敵なクーポンを発行していただいているので、よければそちらも使ってみてください。また次の動画でお会いしましょう。青でした。バイバーイ。